もしかして間違いだらけの人生だった？武田勝頼の失敗トップ5。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は武田勝頼の失敗トップ5について紹介していこうと思います。甲斐の虎と歌われた武田信玄の死後、武田王国を継いだのが武田勝頼です。勝頼は優れた武勇やカリスマ性を併せ持ちながら、わずか9年で滅亡へ追い込まれてしまうのですが、そこには様々な理由がありました。もちろん織田徳川を敵にしたのが運の尽きだったという側面もありますが、実は勝頼本人が数々の選択ミスをやらかしていたのです。果たしてどんな失敗が勝頼の人生を狂わせてしまったのか、その理由について順位付けしながら考察していきましょう。第5位、武田重臣に重く押しかかった負荷、新府城の築城。武田信玄といえば、人は城、人は石垣、人は堀という名台詞で知られますが、その人生の中で新たな城は決して築かなかったといいます。ところがそれは大間違いで、実は海津城や諏訪原城、古宮城といった新規城郭をバンバン築かせているのです。単純に外敵が攻め寄せてこない甲斐に城を築かなかっただけで、最前線にあたる地域では数えきれないほどの城が生まれました。さて、信玄の死後、家督を継いだ勝頼は積極的な外政政策に舵を切っています。奥三河の城を奪ったり、高天神城を落としてみせるなど、当面の敵だった徳川家康は攻勢の矢面に立たされました。ところが天正3年1575年に起こった長篠の戦いを契機に、武田家は主政一方になってしまうのです。さらに上杉家の家督継承問題に絡むホタテの乱に介入したことで、味方だった北条氏まで敵に回してしまい、武田家の周囲はほとんど敵という状態になりました。遠江や美濃で戦線を支えつつ、駿河や神津で戦う武田家ですが、いくら広大な領国を持つとはいえ、兵力や財力には限りがあります。相次ぐ軍事行動で財政は苦しくなり、金山の枯渇がこれに拍車をかけました。もちろん先立つものがなければ領国の維持はおぼつきません。ところがここで勝頼は信じがたい行動に出ました。本拠だったつつじヶ崎館を捨て、新しい居城を作ると言い出したのです。これが韮山に築城した新府城ですが、その名を見てもお分かりのように、勝頼はここを新しい都にしようと考えました。ちょうど武田領国の中間点に位置し、水陸交通の結節点だったことから、利便性も申し分ありません。まさに新首都としてふさわしい場所だったようです。天正9年1581年、いよいよ大規模な築城が開始され、おおむね半年ほどで形が出来上がりました。ところが財政が破綻しつつあった武田家に経済的余力などありません。費用の負担を命じられたのは家臣や領民たちだったのです。こうして新たな税が課せられ、労働力となるべき多くの妊婦たちが徴発されました。こうした場合、ガス抜きの意味である程度の免除措置を講じるもの。しかし勝頼は例外なく負担を負わせたようです。通説では木曽義政のみに負担がかかったように思われがちですが、一門や譜代であっても容赦ありませんでした。度重なる戦役で苦しいのは家臣も同じです。無理をしてまで城を築くべきなのか、それは家臣共通の思いだったでしょう。こうした無理な不信が武田家の体力を削り取ったのは間違いありませんが、もっと致命的だったのは相次ぐ負担を家臣や領民に押し付けたことです。国中で怨嗟の声が満ち、結果的に彼らの離反へつながってしまいました。結局新府城は未完成のまま終わってしまい、その築城事業は無意味なものとなったのです。第4位、信玄以来の重臣が相次いで討ち死に、長篠の戦い。武田家滅亡の原因が長篠の戦いにあると考える方も多いのでは。
しかし武田家は敗戦から7年も名脈を保っていることを考えると、長篠合戦が直接的原因ではなかったといえます。とはいえ、この戦いで武田四天王をはじめ信玄以来の重臣たちは相次いで討ち死にし、少なくないダメージを武田家に与えました。馬場や内藤、山形ら宿老級がいなくなったことで、軍事面や領国支配に大きな影響を及ぼし、数千もの兵を一気に失ったことで武田家の戦力はガタ落ちになっています。一方、影響は限定的だったという見方もあるようです。実際に第二世代の家臣たちが育ちつつあり、勝頼体制は固まりつつありました。また穴山や小山田といった一門が生き残ったことで、武田家をトップとする支配体制に揺るぎはありません。そして本来なら武田家の動員兵力は3万を下らないのですが、この時に勝頼が引き連れた軍勢は1万5000に過ぎませんでした。確かに痛手だったとはいえ、まだ余力を残していたと言えるでしょう。実際に勝頼は手痛い敗北から間を置かずして、各地へ軍勢を差し向けています。ところが勝頼にとって致命的だったのは負けたという事実そのものでした。誰もが予想しなかった敗北は味方を意気消沈させ、逆に織田と徳川に自信をつけさせたのです。とりわけ徳川家康は長篠の戦い直後から積極的な軍事行動に出て、三河全域を取り戻したり、遠江に新しい城を築いて武田軍にプレッシャーを与えています。つまり勝頼にとって長篠における敗北とは、自らの名声を地に落とし、織田徳川との交渉において分水嶺となった事件でした。ここから攻守ところを変え、武田家は守勢に回ってしまうのです。第3位、弱気を悟られてしまった勝頼、皇后和世の失敗。さて、長篠の戦いで武田軍を大敗北へ追い込んだ信長はますます自信を深めていきます。越前や伊勢長島の一向一揆を制圧し、続いて丹波を攻略、さらに有岡城の荒木村重や三木城の別所長春らを攻めて、これを陥落させました。こうなると大阪本願寺の屈服も時間の問題です。もはや信長の勢いを止める勢力はなきに等しいも同然でした。一方、武田勝頼は苦難の時期を迎えています。越後の上杉景勝と結んだことで北条家を敵に回してしまい、もはや勢力を盛り返すことはできません。東西いずれかの敵を何とかしなければ、そう勝頼が考えるのも無理はないでしょう。こうして水面下で和平交渉を模索していくのです。その相手こそ織田信長でした。ちなみに勝頼のいた甲斐、そして信長が新しく築いた近江、安土城の地名から、この交渉は皇后和世と呼ばれていますね。さて、最初の動きは天正7年1579年から始まります。おそらく勝頼は日立の佐竹義重に仲立ちを依頼したのでしょう。同年に上杉景勝へ送った条目の中に、皇后和世のことは佐竹義重が仲介したものであるとあることから、信長と恩親のあった佐竹義重を頼ったのです。当時は上杉家も織田家と敵対しており、こうした動きを不審に思った景勝は勝頼を詰問しています。なぜ独断で和睦を結ぼうとするのかと。そして勝頼は側近の跡部勝助を春日山城へ派遣し、景勝をなだめたといいます。その直後に両家は関係を強化するべく互いに起請文を交わしていますが、これには裏事情があったとか。つまり織田と武田の和睦がなった暁には、勝頼が織田と上杉の仲立ちをするという約束だったようです。ところが勝頼からの和平提案は暗礁に乗り上げました。同年のうちに安土へ派遣した使者は翌年3月まで拝謁すら許されず、その間にも遠江では徳川軍の攻勢がますます強まります。勝頼は織田の血筋を継ぐ嫡男信雄に家督を譲ることで何とか妥協点を見出そうとしますが、信長の反応はありません。
さらに勝頼が預かっていた信長の五男勝長を返還するも、信長からのアクションはないままでした。信長とすればもはや織田の天下は定まったも同然。ここで武田と和睦したところでメリットなどありません。むしろ勝頼の弱気を悟ったことでますます自信を深めたのではないでしょうか。四郎勝頼はもはや敵にあらず、速やかに討ち取ってくれよう、そう決意したはずです。こうして勝頼の努力は徒労に終わり、ここから武田家は一気に滅亡への道をたどることになりました。第2位、新たな同盟者は疫病神だった。上杉景勝との同盟。関東の雄北条家は氏政の代になってから武田家と同盟を結んでいます。この裏には上杉家との抗争が背景にありましたが、勝頼がまたしてもやらかしてしまうのです。天正6年1578年、上杉謙信の死によってお盾の乱が勃発しました。これは謙信の甥景勝と北条家から迎えた養子景虎の家督争いだったのですが、北条家とすれば景虎を支援して後を継がせたいところです。しかし佐竹や宇都宮といった諸勢力と対陣中だった氏政にとって、とても越後へ兵を送る余裕はありません。そこで盟友の勝頼に景虎のバックアップを依頼したのです。ところが状況は勝頼にとって迷惑な話でした。織田徳川と争っている中、もちろん武田に余力などありません。北条のためにしぶしぶ兵を出したのも同盟の義理を果たすためでした。配下の軍勢を一刻も早く越後から引き上げさせたい、これが勝頼の本音だったはずです。さて越後では戦況は景虎軍の優勢で終始していました。一方追い込まれた景勝はここで乾坤一擲の策に打って出ます。春日山城内に蓄えられた金銀を餌に武田方へ和睦の斡旋を依頼したのです。さらに領国の一部割譲も申し出ました。ここで勝頼に欲が出てしまいます。もし早急に和睦がなれば軍勢の引き上げは可能となりますし、経済的にも大いに潤うでしょう。つまり金に目がくらんで上杉と同盟を結んでしまったのです。しかし勝頼の目論みは崩れました。軍勢を引き上げた直後に和睦が破れ、越後は再び戦乱の巷と化したのです。結果的に景虎は敗れて自害を遂げ、北条家との同盟関係も破綻を迎えました。さらに上杉家は頼りがいのあるパートナーになりえません。景勝は勝利したものの、ずさんな戦後処理をしたことで柴田重家の謀反を招いてしまい、武田と連携するどころではなくなったからです。こうして勝頼は織田、徳川、北条といった敵を東西に抱えてしまい、かえって配下の軍勢を疲弊させる結果となりました。家臣たちは明日なき戦いに翻弄され、急速に勝頼への信頼を失っていくのです。第1位、勝頼の求心力が地に落ちた瞬間、高天神城の戦い。遠江の東部に位置する高天神城は武田と徳川の抗争における焦点となった城でした。その存在感は高天神を制する者は遠江を制すと言われたほどで、勝頼はこの城の確保に躍起となっています。一方長篠の戦いが終わった直後から家康は高天神城への圧力を強め、馬伏塚城や横須賀城を新たに築いて拠点としました。こうして徳川領の真ん中で高天神城は取り残され、やがて孤立していくのです。とはいえ勝頼が手をこまねいていたわけではありません。武勇の誉れ高い岡部元信を上将として送り込んだり、兵力の強化に乗り出すなど、できる限りの支援策を講じています。しかし家康の執念の方が勝っていたのかもしれません。天正8年1580年の初夏になると、6つの付け城を設けて輸送ルートを遮断し、長期包囲の構えに出ました。高天神城が苦境にあえぐ中、岡部元信は必死になって救援要請を発しています。ところが勝頼が動くことはありません。いや動けなかったと言うべきでしょうか。
折しも駿河東部では北条軍と対陣している真っ最中ですから、援軍を送る余裕はないも同然。さらに皇后和与の交渉が続けられていたこともあり、ここで勝頼が下手に御詰めをすれば信長を刺激するのではと考えたからです。そんな勝頼の思惑が見透かされたのでしょうか。信長は関心を示さず、むしろ高天神城から降伏を申し出てきても決して許さないよう家康に要請しています。この信長の行動の裏には、勝頼の求心力を低下させる狙いがありました。つまり和平提案をきっぱり否定せず、あえて黙殺することで勝頼に期待感を抱かせたのです。これは勝頼の苦しい心情を利用した心理戦でした。もし城が落ちれば、勝頼は御詰めを怠ったとして家康の信頼を失うでしょう。包囲されること9ヶ月、ついに高天神城が最後の日を迎えます。降伏を許されず、逃げることもできず、追い詰められた元信以下城兵は城を打って出て壮絶な玉砕を遂げました。そもそも籠城戦とは御詰めがあって初めて成り立つもの。いわば勝頼は自分から信頼関係を損ねる行動を取ったことになります。ほどなくして家臣たちの心は急速に勝頼から離れていき、一門の重鎮だった木曽義政や穴山信忠らの離反を招きました。こうして高天神城の戦いは武田家滅亡への序曲となったのです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。